城下を監視する密偵より長屋町に多量の火薬と火種が仕掛けられているとの知らせが届いた。一つでも火柱が上がれば民を危険にさらし町が混乱に陥ることは明白である。何としても内々にことを済まさねばならない。なんだ、この野郎。